この戦い参ったというか、舞台から落ちたら負けという天下一武道会のルールが適用されます。果たして優勝は誰の手に。それでは始め。後から衝撃か。おめえら珍しい技使うな。聞いてねえか。よし、セカンド。行くぞ。トリコ。ゲット。バズーカ。フォークシールド。おい、レッグナイフ。わっ。なんという激しい戦い。三人とも一歩も譲りません。ゲットピース。なんだこの戦いは。夢なら早く覚めてくれ。おめえら強えな。ほらワクワクすっぞ。そろそろ本気出すかな。本気だぞ。望むところだ。よし、こっちも全開で行くぞ。そうこなくちゃ。おーっと、三選手ともに本気モードです。やっ、サード武装者効果。あら、オーラも。あーあああああああ、パンチ！ガソリンガさん、無事でしょうか。これは舞台が吹き飛んでトリコ選手場外、ルフィ選手も場外、そして悟空選手も。こうなると引き分けでしょうか。いや、残っています。サタン選手が舞台中央に残っています。優勝はサタン選手です。はぁ、あ、
ならば戦わずして勝つのだ。ゲハハ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 。カラットジュー牛はリスターサタン殿が皆さんにご馳走してくださるそうだ。まあ当然だな。ところでおめえら、やっぱすげえな。おらびっくりしたぞお前もな